はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。インペリアルサガ、じゃあ3回目ですね、やっていこうと思います。とりあえず、そうだ、グレイが入ったんだよな。そこでまだ戦ってないから行きましょう。皇帝確か先頭にしてインペリアルクロスを組んだ気がする。ナジュで作戦が発生したみたい。バトルクエストに部隊を派遣できるようになったよ。バトルクエストが発生したみたい。バトルクエストって、ナジュ、あれなんか引っ張ったね。ティベリウス軍を追撃せよ。イルカ像を奪還せよ。あ、そうだ、イルカ像だね。ヴァンガードを動かすのにイルカ像必要だった。そういう話だったな、確かロマサガ3では。雪だるまを仲間にせよ。おすすめって書いてあるけどな。とりあえず星1だから先に星1を勝たしていこうかな。そうするとよし、雪だるまを仲間にせよ。これやりましょう。進軍決定。OK。 まあ軍機は持っていかなくていいでしょう。ジグハードの北東部に秘術要塞を築いたアウナスはさらに支配地を広げようとしている。このまま捨ておけば半月を待たずに帝国領域に来襲するぞ。アナウスを倒すには氷銀河の雪だるまの協力が必須となりましょう。雪の町は完全に魔物の手に落ちたと聞く。氷銀河もおそらくは。この任相当の危険を伴いましょう。百戦錬磨の戦士でなければ完遂は困難かと。ならばシフとアルベルトに任せるとしよう。あれ、シフはいるけど、シフはいるけどじゃねえ、アルベルトはいるけどシフは仲間になってないと思うんだけどな。勝手に仲間になってくれるのかな。雪だるまを仲間にせよ。出撃てか真ん中こいつにしてるから真ん中のやつが表示されるんだね。まあ攻撃化していいでしょう。おお、グレイ肉弾戦だな。あ、そうだ、クローディアだ。クローディアも仲間になったんだ、変なチケット使って。おお、雪の町にようこそ。おい坊や、見てみろ、雪だるまがわんさかいるぞ。こいつらの中から適当に見繕って連れて帰ればいいのか。楽勝だな。適当でいいのかよ、戦力にならなかったらダメだろ。いえ、それではダメです。私たちが求めるのは特別な雪だるまなのですから。特別な雪だるま？なんだい、手足でも生えてるのか。違います。それから坊やはやめてください。私には父上に与えられたアルベルトという立派な名が。分かったよ、アルベルト坊や。もういいです、先を急ぎましょう。あれ、結局あそこの雪だるまはダメだったんだね。お、トマホーク、マジか。あれ、クローディアって何装備してるの？弓じゃないの？トマホークなんて斧っぽい技だけどな。完全に弓のイメージだけど。明星30か。分岐点か。この分岐点が若干頭を悩ませられる。結構長いな、だいぶ。合流か、どっちの方が早い。左の方が早くボスに行きそうな気がするけど、まあ、細かく数えてるのもあれなんで。じゃあ、ゼイクズこっち、クローディアこっちで、アデルをこっちで、グレイをこっちにして、アルベルトをこっちにしよう。 OK。 大丈夫か、まあいいや。2人がな、ちょっと不安なんだよな、やっぱり。ああ、クローディア斧だな、やっぱり斧になってますねこれ。そうか、武器は変わんないのかな。グレイもな、肉弾戦っていうのがちょっと本当に大丈夫かって気がするけど。パンチまあ強いっちゃ強いか。ジェイムズをな、変えたいな。弱い。まあ鍛えていけば強くなるっていうのもあるのかもしれないけど、まあ初期メンバーが若干弱いな。 OK。まあ、こいつらはただ全然弱いかな、敵が。おお、
ジェームズ上がってくな普通に。あそうだ、あとその兵士だとか戦士だとか小石をロックってなんだここら辺のカテゴライズがわからないな。この戦士、皇帝、戦士みたいな。うわミスが多いな。そして相変わらず、あこれも勝手にせんしよう。おおまたミスった。斧は余計にするイメージがあるからな。新聞勝手にしよう。パンチをミスるとかもどうなんだろうな。うわージェームズがやべえな。これ途中での回復手段が欲しい。ここら辺でなんか一回回復したい気がするんだけど、そういうわけにもいかないみたいだからな。あ全然左の方が早いな。よしよしよし、読みとしては間違ってなかった。坊や迂回するよ。なぜです？このまま進むとやばい。かなりのやつが待ち構えている。私の勘に間違いはないよ。知っています。その勘に私は何度も助けられましたから。ですが私たちはこのまま進まなければ。なんだと？その難敵こそが永久水晶を隠しますモンスターです。わあ懐かしいな。永久、え永久水晶じゃなかったんだ俺ずっと永久水晶だと思ってた雪だるまを仲間にするためには不可欠のアイテムです。とりあえず攻撃開始。あの猿が難敵もしやこいつらが来る前に型をつける。なんか来る前に型をつけちゃったらなんかパワーアップするんだかわかんないんだけど、いや型をつけてみよう。なんか得点があるかもしれない。なさそう。待てばよかった永久表彰を手に入れたんだろ。そいつを僕にくれたら一緒についていくのだ。いやだね、隠しなのだ。なぜそんな意地悪を。当然あなたにあげます。そのために手に入れたんですから。おっしゃーなのだ。さあ早く僕を外の世界に連れ出すのだ。お、雪だるま仲間になったってこと。普通に雪だるまはな素手のイメージがある。これはとりあえず全てランク S できてるな。 OKOK で、ヒットポイントは減ってるっちゃ減ってるな。ジェームズが家臣の確認、雪だるまがいるかどうか確認しよう。いねえしマジか、ちょっとショックだな。雪だるま仲間になったんじゃないの。法術研究所は特にないだろう。交易所もないし、倉庫もなんもないよな。うん、ということはもう一回出撃するか。アルタメノスで作戦が発生したみたい。アルタメノスで部隊を派遣できるようになったよ。 OK、妖精を救出せよ。そうだそうだ、アウナスの秘術要塞の捜索には妖精のガイドが不可欠だったんだな。まあ2だし、ちょっと星の順で、やっていきたいので、このまま、妖精を救出せよやりたいと思います。ジェヒムズが減ってるな。結構減ってんな。まあでもな、これでいくか。先遣隊では秘術要塞を見つけることはできませんでした。アウナスの現実は国を丸ごと一つ生み出しちゃうことだからね。隠された要塞の発見は難しいよ。てかアセルスいつ戦うの俺お前を仲間にしたいんだけど。やはり妖精の案内がいるな。ですが妖精は今グレートフェイクショーと呼ばれる移動式の見せ物小屋に囚われの身。あれそんな名前だったんだ檻の中で捕まってるんですよね。いつどこに現れるかわからぬ見せ物小屋を追うのは至難の技。北方の鎮圧任務に当たっているグレイを向かわせろ。奴の嗅覚なら必ず居場所を突き止める。なるほど、グレイは俺今いるぞ普通に。なんかニューっていうのが途中にあったな。妖精を救出せよ。出撃。お、ミリアムがいる。ミリアム、どうやら俺たちは飛んで夏に間違えた、飛んで火にいる夏の虫ってやつだ。どういうこと。まんまと罠にはまっちまった。アウナスめ、
俺たちの目論見を見抜き先手を打ってやがった。罠って別に何もないわよ。トレジャーハンターなら風の匂いを嗅ぎ分けろ。俺たちはモンスターに囲まれた。嘘でしょ、どうすんのよ。必死に抗うのさ、生き抜くためにな。何よそれ、柵でも何でもないわよ。おお、これはロビンじゃないか。いいね。しかも本物か、これ偽物もいるからな。ロビン、何あれ、コスプレ変態やろうかしら。確かにそう見えるよな。天知る地知るロビン知る、弱者を数で圧倒して痛めつけるとは許せん。下道め成敗してくれる。解決ロビンだし解決ロビン、衣装にはちょっと難があるか、頼りになるやつだ。え、結局何をしてくれんのロビンは。いけ、マンドレ、お、なんか燃えた。二段切り、よしよしよし。二段切りは結構使えそうだからな。お、上がる上がる。これでも出撃してない人は多分ステータス上がんないからな、離されてっちゃう気がするんだけど、大丈夫か。粘液、おお、なんか修行できる場所ないのかな、レベル上げできる。死んでる。ちなみに退却するとどうなんだそれが未だに分からん。平成33。お、なんかいる、ヘルプ。こいつなんだ、ガボガボガボ、もうダメ。カバ人間、カバなの、人間なの。陛下、カバが川にはまってるよ。カバって溺れるんだね、あと喋れるんだね。助けてやる、ただのカバじゃなさそうだしね。ゴボゴボ、ああ死ぬかと思いました。ギリギリの救援感謝です。もしやあなた様は。アルタメノス帝国皇帝ご一行様だよ。私たちが偶然通りかかってよかったね。皇帝陛下、やっぱり。陛下陛下、ちょっとよろしいですか。実は僕が川に落ちたのは帝国の、なんだこりゃ、護岸工事がなっていないからなのです。これは陛下の責任ですよね。へりくつをこねるな。そこでご相談、賠償なんて申しません。僕に投資してくれませんか。ご恩には必ず報いますです。はい。怪しすぎる。そして何より僕がこの辺りの洗顔をしっかり踏み固めて歩きます、暇なので。そんなことしてたらまた溺れるよ。さっきはちょこっとこっちの鼻から水を吸ってパニックになっただけです。カバの鼻から息をすれば溺れませんので。ああ、着ぐるみじゃないんだ。んー、どうする陛下。10クラウン溺れてしまえ、無礼者。ひどい。10クラウンは安いから投資しよう。うん、全然いいよ。わーい、ありがとうございます。行ってみるもんです。頑張ります。後でまたお会いしましょう。おし、頑張ってくれよ。俺の10クラウンを無駄にするんじゃないよ。ジェームズをちょっと3人舞台にしよう。そうすると、で、またちょっとマップは見ましょう。左、お、またカバがいるまた金よこせとか言ってくるんじゃない。左の方がでも早そうだよな。またよし、左に戦力を集中させつつ、ジェームズをじゃあ左に置いて、クローディアで皇帝はこっち、グレーとアルベルトはどっちが強いんだ。グレーの方が攻撃力は高い。グレーをこっちにやって、じゃあアルベルトかな。よし、これでいこう。スライム軍団だな。ミスる、敵もミスる。でもまあ普通にダメージが通るからそれはいいな。スライムとか全く武器効かない時がありますからね、ゲームによっては。パンチとかねパンチ弱えな。でもマンドレック植物だから斧に弱いのかな。クローディアが結構強い気がするけど。よし、術の書6個。攻撃、同じくらいかまたミスってる。おー、もう少しカバだ。カバ、ジェームズやばい、死ぬぞ。ミスってるし、これ命中率ってどうやって決まってるんだ。おい、カバどうだ、俺の金運用成功してるか。
陛下陛下、あ、カバッコが戻ってきたよ。見てくださいよこれ、川岸ギシギシ踏んでたら土の中からこんなものが。何？おお、修練の手形50個。めっちゃいっぱい手に入ってんだけど。僕には無用のものですので、どうか陛下が役に立ててください。今後ともよろしくです。よろしく頼む。意外だね、オーン忘れないんだあの子。あー、アイテムになって帰ってきた。でも10クラウンで修練の手形50個だったら、あ、いい気がするんだけど。いけ。おお。てかこれ結局分岐するとフリーファイトに戻るから、あんまり意味ない気がするんだけど、陣形がちょっと敵が多いかな。なるべくミスをしないような感じでいきたいけど、やっべえな、チームに弱い。死ぬ。大丈夫かこれ。マンドレイク、一発で倒せなかったか。きついな、一発で倒せないのきつい。うおー、死ぬ。めっちゃ当ってくる。まあこっちも当たってるけど、 OK。 よし、ボス戦だ。うおー、ジェームズちょっと待って、ジェームズちょっと防御しようで、まあ2匹だからとりあえず攻撃開始でいいや。うん、これでいこう。待ちましょう今回は。おお、次で第2部隊が来るな。よし、リスター危ねえ。なんだなんだなんだ。よし、これででも終わりでしょう。オッケーあー、何にも上がんなかったか。ありがとう、あなたたちが助けてくれなかったら私はもうすぐ闇に溶かされて消滅してしまうところだった。お前に頼みたいことがある。分かってるわ、真っ暗な獄の中で魔物の声を聞いていたから。さあ早くアウナスの秘術要塞の門が完全に閉じてしまう前に。解決ロビンだっけ、あんたには助けられたわ。何にも助けてもらってないんだけど。君たちが幸せならそれで十分だ。さらば。デブの方もいるのかな。彼どこの何者なわけ。触れてやるな、謎のヒーローだから解決なんだ。皆正体を知らぬことになっている。よーし、オッケー。20クラウン、まあ、10クラウン投資したかな。なんだ、これ誰？俺に切れないものはない。シーアス、シーシアスか、家臣に加わったね。いや、星1だったぞ。シーシアスって何キャラだ？ちょっと分かんないな。ロマサガシリーズはほぼやってるんだけどな。てかロマサガ2は、でもそうだよな、ジェームズとか一番最初の人だしな。プレイヤーレベルが上がったよ、おめでとう。オッケー、なんかできるようになった。レベルアップの記念にアイテムが届いたよ。よしよしよし、冷静200200、新しい陣形。よーし、傷薬が到着。傷薬だから、そうだな、ガンガン使ってくべきだな。5個まででしょ。ジェームズ寝かせよ。3時間19分まあ一瞬で回復させるけどね。おいー、はい、完了で、グレイも寝かせて傷薬を使って、人たちは全員回復させようもん。てか宿屋の数増やしたいな、そうするといずれ。今はまだこれで回るけど、これで回んなくなる時が来るんだろうな。あれ、こっちか。で、アデルも回復と。よし、これで全員マックスだな。超速傷薬か、そういえばもらったんだ。バルク宮殿、プレイヤーレベルが上がっておめでとう。まあこれは特に何にもないか。新しい家臣ちょっと見てみましょう。シーシアス家臣詳細、マジで何キャラか分かんねえ。しかも弱い。
まああれだからな、1だからな。フリーファイト、あれこれロマサガ2のキャラなんだ、何のキャラだこれは。あれだな、なんか女キャラのなんか忘れちゃったあ、ヘクターか、ヘクターの一族か。なるほどなるほど、これ全員出てくんのもしやちょっと下の方見てみると、ベア、そうそうそう、これじゃあロマサガ2のシリーズだな。軍師がいる、資源、まあ単なる一般ピーポーって感じだな。でも弱い。とりあえずこれはいいか。あ、新しい陣形、何4人陣形とか3人陣形、あ2人陣形、なるほどね。2人になった時前のキャラの方が多分これ狙われやすくなるんだな。ここら辺はまだいけないよな。あ、倉庫だ倉庫、なんか手に入れたっけない結局そのまんま倉庫から引きずり出されてきたんだあいつは。なんかグレー光ってんだけど、レアキャラだから防御力プラス6って何。まあいいや、とりあえずじゃあもう一ついくか。ジグハードで作戦が発生したみたい。 OK、 イルカ像か、あこちら、竜の穴を救え。あこれあれだな、格闘家だな多分。ちょっと見てみよう。え見れるよね。ブダユグの地を警護する格闘家集団、そうそうそう。まあいいや、ちょっとまだ早い。じゃあ、イルカ像いきますか。財宝洞窟に隠されたイルカ像を探し出し、海上要塞ヴァンガードを起動せよ。 OK、 いくぜ。メンツはこれでいいよな。まだ購入するって何、これはなんだ。あー身代わり像ね。あーこれいいね、開花のお守り。ちょっとこういうのを使いながらやった方が有利に進むんだろうな。ヴァンガードの起動には財宝洞窟に隠されたイルカ像が必要なんです。ならそのイルカ像ってやつを手に入れたら。ことはそう単純ではない。財宝洞窟そのものが罠に満ちた迷宮、さらに今やモンスターが救う魔窟と化している。いかなる手だれを送り込もうと生きて帰る者はおるまい。いや一人だけいる、音階の覇者ブラックだ。お、ブラックってもうブラックになってんのちょっとわかんない人は何言ってんだって感じだと思うけどですが陛下、ブラックはかつてボルネウスに片足を食いちぎられ正気を奪われた男。そうそうなんですよ、なんか老人みたいな感じになってるんですよ。それはあの者から勇猛を失わせるにはあまりある記憶、再び彼の地に行くか否か。行かねばヴァンガードは動かぬ、ボルネウスは倒せぬ、そして帝国は滅びる。仰せの通りです。ブラックにとってもまた過去と向き合い乗り越えるための試練。悪名高き海賊、暗黒をその名に持つ奴ならば必ずやってくれる。キャプテンホークとちょっとかぶってるな、そうすると海賊同士で。でもブラックは今老人ブラックっぽいっすね。老人なのかどうかよくわかんないけどイルカ像を脱出せよ。出撃、ここは結構今見たら一本目っぽかったな。発展してくださいと。アデルはやっぱヒットポイント高いな。おお、ミクシーとかいうやつ、うわ、ニラつき。アデルめっちゃ集中攻撃食らうな、やっぱりね。おお、全体か、これ全体攻撃結構きついな。宝箱をゲット、名声39。あー分岐点あった、ないと思ったら結局分岐するのかと。マップを確認しよう、これ絶対これが出ちゃう。右の方が速そう、そうでもない、右の方が速そうだけどな。同じくらいか。ジェームズをこっち、クローディアこっち、こっち、でグレイのアルベルトと。オッケー。
これこっからなんか陣形、あ、陣形変更できるな。でもクローディアとグレイはそんなに変わらないから、まあいいでしょこれで。やばいな、敵が強いな。5人いるとねなんとかなるけど、この2人3人になった時がきつい。特に2人組の方。お、だいぶ来た。よしよしよし。お、被弾いいね。技そういえば全然使ってないからな。これを、あ、そうか、陣形は3人陣形はないんだよな。いいね、これがねきつい。毒めっちゃ減るし、麻痺ってるし。なんだ、LP が死んだのか、マジか。これどうする。まあ進むけど、最悪死ぬ恐れがある。しかも死んだら抜けるんだ戦闘から。いやーきついきついきつい。しっかりと来たよ。毒減りすぎだろ。うおー、まずい。これ退却するとどうなんだ。退却してみよっかな。もうちょっと死んでるし。お、そこにいるのは誰だ。姿を見せろ。あれ、髪黒くなってるよ。それともこのブラック様に恐れはなし。足がすくんで動けねえのか。ブラック、わしじゃパワーマン。あれ、どういうこと。バカな、ありえねえ。俺は今ここにいる。なのになぜお前が。そう、これもともとハーマンで、ホルネウスを倒すとブラックに戻るんですよ。奈落の神ネメアが生み出したこの混沌の次元は、そのありえぬことが起こる世界じゃ。あ、そういうことね。お前は俺だ。ホルネウスに正気を奪われ、一瞬で年老いた無残な慣れの果て。それが分かっていて、またもホルネウスに歯向かうとは、我ながら愚かな男じゃ。引き返してブラック、この先にあるのは絶望だけだ。お、俺は恥じることはない。お前は戦った。神にも匹敵する魔物を相手にひるまなかった。お、俺は俺だ。俺はブラックだ。誰にも背は見せねえ。そうか、ついに、ついに過去を乗り越えた。ブラック、わしはお前の恐怖が見せる幻影、これで消えることができる。おお、一瞬で過去を乗り越えたな。俺たち何にもしてないんだけど。勝手に乗り越えてくれたんだけど、知らぬ間に乗り越えてる。タワーマンとかの存在知らないんだろうな、じゃあ皇帝たちは。こっちの舞台がねきつい。ちょっと使おう。早見限りしかないか。あれ、二段切りどこ行ったんだ。エイミングはな、最後だからな、攻撃が。早見限り、よし。うわ、101で倒せねえのかよ。早見限り、やばい。アルベルとかやばい。しかもミスってるし。どうする、防御しとこう。よしよしよし、また攻撃だ。お、一文字。これ覚えた技どうすればいいんだ。ちょっとわからない、わからないことだらけだ、まだ。術法の手引き。おお、いっぱいいるな。はい、やばいやばい。あ、この殴りにやってる。お、気が使ってきた。マジかよ。しかもリンゴ勝った。うわ、これボス倒せるか。かなり危険だぞ。とりあえずこのまま進軍しちゃったけどさ。おー、ちょっと全力でいこう。早すぎり。アルベルトちょっと回復してるな。防御で足払い、足払いって言ってもな、一人だしな。攻撃開始。うわー、ミスりやがった。早うさぎり、うざーい。やばい、これはね全滅する恐れがある、かなりの確率で。
死ぬな、攻撃やるのみ。うでー、死んだ。うおー、やばいやばい、もう3人しかいない。こいつもちょっと刻んでいこう。で、トマホークと大爆弾どっちが強いんだ。とりあえず大爆弾の方が強そうだな。いけ、はやぶさぎでとりあえず1体倒せるだろう。うわ、固定やられた。じゃあ固定あれなくね、いいもうこれでいくしかない。うわ、この2人が何気に元気だな。な強い、よしよしよし、はやぶさぎで食らった。うわ、死んだ、やばい。アルベルトじゃなくてグレー、いって、なんとか倒した。イルカ像を手に入れたぞ。俺は過去の呪縛から放たれ、かつての俺を取り戻した。お前何にもしてねえだろ、ふざけんな見ろ、若返った俺様は無敵だ。仲間になんないの。いやー、危なかった。きつい、もういきなりきつい。これ LP だってなくなったら死ぬんでしょ。どうなるんだ。そしたらなんか誰か手に入ったぞ。おお、なるほど、こういうアグネス多分一般兵をうまく使ってくんだな。傷薬もなくなっちゃったかな、使いすぎて。オッケー、おお、プレイヤーレベルが上がったよ、おめでとう。アイテムが届いたよ。お、帝国軍機だ。新しい陣形、新しい施設。おお、傷薬5個やったー。で、これはまああんまり触らんと。で、作戦本部で、おお、死人だな、みんな半分くらいしかパワーがない。ニュー稲妻か、なるほど。これ上から下に攻撃していく陣形っすね。ああ、稲妻にしちゃった。まあいいや、ちょっと後で変えるか。工房ができたな、工房。素材を消費して装備品を作成できます。よしよしよし、こういうのいいね。ちょっと行ってみましょう。おお、そうだ、これを作らないといけないんだ。ちょっとその間に、やっぱり5人陣形はインペリアルクロスにしとこう。皇帝のヒットポイントがやっぱ高いからな。ジェームズ弱えな、誰かいない？いないな、一般人しかいないな。OK。あと6秒なんでちょっと待ちましょう。これを見て、今回一旦終了しますか。OK、できた、施設が完成。工房では素材から装備品を作ったり、装備品を素材に戻すことができるんだ。あ、そっか、素材ここで役に立つんだね。アクセサリー、初級レシピ、施設グレードとかあるんだ。施設を強化、これ何使うんだっけ。あ、人を使うのか、なるほど。そういや、術の研究所もそんな感じだったな。何があるんだ今。素材を何個使うか決めて合成化した素材をたくさん使えばいいものが作れるかもな。え、マジでとりあえずじゃあ最大、え、最大って何、小石11個しかないよ、だって。これ10個10個10個、小石が少ない、小石が何ができるんだ。とりあえず作ってみよう、どうせだ。ほら、いけ。なんかろくなものを提供してないけど、いいものをできてくれ。成功、腕力の指輪が完成しました。お、いいね。小石がなくなっちゃったけどで、これで装備させよう。じゃあせっかくだから、どこで装備をさせるんだ。作戦本部かな。いや、そんなことないな、このままチャキってやれば装備できそうだな。家臣詳細じゃなくて、あれ、ここで、ちょっと待ってね、ここでアデル、傷薬はいいよ。何、どうするんだ、装備の仕方がわからん。まあいいやとりあえずちょっと装備をしてからまた次回やっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。